yesterday. There was sun and there was rain. Beauty in the mundane.どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。クリスマスも終わっていよいよ年末モードという感じだと思うんですけども、まあ このチャンネルモノグラフも、まあ、今年を、ね、締めなきゃいけないので、年末系のコンテンツですね、まあ、今年買ってよかったとかね、今年ベスト何みたいな、まとめのコンテンツね、ちょっとこれから出していこうかなと思うんですけども、今日はね、そのうちの一つで僕が今年読んでよかった漫画ですね、今特にこれおすすめしたいっていうものを10冊ピックアップしてねお話しようと思います。僕はですね、だいたい1日3冊平均ぐらいで、漫画読んでるので、まあ、年間でね、今年も数えたら800冊以上ね、読んでたんですけれども、その中で特にねこれ今読んだ方がいいよというか、すごくね今おすすめだよってものを、ピックアップしてみました。こう年末年始ね、まあ、意外と、まあ、実家とか帰るとやることないじゃないですか。あとは帰省のね間の時間とか結構暇だったりするので、そういう時に新しい漫画とのね出会いをちょっと広げてもらいたいなと思って、まあ、特にね僕がまあ今年これ好きだったなっていうものをね、まあ準不動なんですけれどもお話しさせてもらおうと思います。紹介した作品は全部概要欄に書いておきますので、1個でも気になったものがあればぜひね手に取ってみてください。それでは始めていきましょう。まず1つ目はこちら、日本三国という名前の漫画ですね。これ裏少年サンデーかなで連載している、連載中の漫画なんですけど、まだねそんなに関数出てないです。ストーリーとしては、日本がね、まあ、滅びてしまって、一回文明が発達しすぎて、滅びてしまってで、そのね文明のレベルっていうのが明治時代ぐらいかなに戻って、3つの国に分かれちゃう、北と真ん中と南ですね。近未来の日本版三国志というか、この3つのね国の戦いを描く話なんですけれども、これがね意外とバトルものとかそういう感じじゃなくて、全部ねこの言論、この言葉とかね内政とか人と人とのやり取りで戦いを進めていくみたいな、そのアプローチがね結構面白いんですよね。派手なアクションシーンとかあんまりないんですけれども、こうグッとくるようなねじわじわとした面白さがねある作品ですね。でかつね、まあ、キャラの描き方というかテンションとかもいい意味でねぶっ飛んでて、まあ、すごくね刺激的な作品なので、まあ、既にね結構流行り始めてるんですけども、これからもね話題になる作品だと思うのでぜひ読んでみてください。続いてはこちらの金と鉄っていうね、作品ですね。結構これもね最近人気あるんですけれども、まあ話としてはそうですね、菌類ですね、キノコとか胞子類、菌類に人間が、支配されてしまって、こう完全に管理されて生きる社会っていうのを描いた作品ですね。塀に囲まれたね、まあ、刑務所みたいなところでたくさんの、ね、人類が管理されて生活をしてるんですけれども、その中で主人公が、まあ、自我ですね、自分の考えみたいなものを持ち始めて、そのね、社会からどうやって抜け出していくのか、どうやってこの社会を壊していくのかっていう話ですね。キノコとね人類との戦いを描いてる話なんですけども、まあ、この構図としてはね結構あれ似てます、進撃の巨人に似てますね。この得体の知れないもの、人以外の大きな存在と戦うっていうところでは結構似てるんじゃないかなと思いますね。あとこの漫画ね読んでて気持ちいいのは結構展開が早いんですよね。まあ、普通の漫画だったらここまで行くのに、まあ、5、6巻は使うだろうなっていうところを1巻とかでねギュッと収めてきて、今3巻ぐらいしか出てないんですけど、ペース的にはもうねサードシーズンぐらいまでね話進んでんじゃないかなっていうぐらい展開もね早いので、まあ、サクサクね読めて、そういうところもねすごくいいなと思います。続いてはこちらシャングリラフロンティアですね。結構この漫画僕のねチャンネルでも推してるので、何度かね、見たことある方は多いかと思うんですけども、これはですねシャングリラフロンティアっていう名前のタイトルの、まあ、没入型のね VR ゲームですね。それをね主人公がまあクリアして進めていく話なんですけど、まあ、そのね、主人公がまあいろんなね数々のクソゲーをクリアしてきた、もう高難易度の理不尽なクソゲーを、たくさんね、クリアしてきた主人公なので、普通の RPG だったらサクサクと人の何倍ものスピードで、進めていけちゃうっていう、まあ、ちょっとね最近流行りの、まあ、チート系のね、能力を持った主人公の話なんですけど、まあ、そこはねそれとして置いといて、とにかくねこのシャングリラフロンティアっていうゲームの作り込みが半端じゃないんですよ。本当に自分がゲームをプレイしてる感覚というか、まあ、ゲーム実況を見てる感覚にすごく近くって、ストーリーの進め方も、まあ、普通に進んだらこう一本道なんですけど、あえてそこ進まずにちょっと寄り道をして、まあ、経験値たくさんもらえるモンスターをとにかく狩りまくるみたいな、その話だけで一巻分使うみたいな、ちょっとねこう変なねオタク気質なこだわりがすごく感じられる漫画なんですね。まあ、ソードアートオンラインとかと、まあ、話とかはね
似てると思うんですけど、それよりももっともっと世界観の作り込みが、素晴らしくて、ちゃんとねゲームをプレイしているような感覚で読めるね、漫画ですね。まあ、なかなかねこれぐらいの年になってくると結構このねボリュームの大きい RPG とかってなかなかこう腰が重いじゃないですか。あんまりプレイするのね躊躇するっていうこともねあると思うんですけど、このシャングリラフロンティアはもう疑似的にねこうゲーム体験をできるというか、ゲームのねあの攻略も読んでるような感じですね。あ、こんなスペックの武器あるんだとか、こんな敵いるんだみたいなのを見て楽しめる、あの感覚に似ている、まあゲーム好き RPG 好きの方にはねちょっと読んでほしいなと思う漫画です。続いてはこちらガチアクタですね。これも、少年マガジンかなで連載中のものです。最近マガジン面白いんですよね。さっきのシャングリラフロンティアとか、あとブルーロック不滅のあなたへとか、まあその辺もねやってるので、次のね看板になりうる作品が結構育ってきてるなと思います。金と鉄も別冊ですけど少年マガジンなので、講談社はね最近すごい面白いね漫画多いなと思います。でこのガチアクタなんですけども、これは思いがこもったもの、人の思いがこもったものを武器に変えて戦うことができるっていうね世界の話ですね。シャーマンキングのオーバーソウルとか、あと植木の法則のねこう第2シーズンとか、あれに似てる感じなんですけれども、武器を使って戦う、まあ、少年漫画のまあ王道のねストーリーですね。まあ、なんだけどちょっとねダークファンタジー感があるというか、まあ、絵柄も暗いし話もねちょっとだけ暗めで、まあ、その辺のねバランス感がすごくねよくまとまってるなというふうに思うんですね。これ読みながら僕だったらどんなものをね武器に変えて戦うんだろうなとか思いながらね読んでるんですけど、まあ、MacBook とかですかね、 MacBook ブーメランみたいに投げて戦うとか、まあ、そんな感じで個人の能力プラスこのね物の掛け合わせでどんどんね話がね広がっていくのが面白いなと思います。続いてこれもねもうたびたび話をねしてるんですけど、ことあるごとに話してるんですけど、やっぱりね面白いです。あの女の園の星っていう、なんだろうな、まあ、ギャグ漫画というか、まあ、ちょっと日常をね描いた話なんですけれども、話としては女子校でこう教師を務めるこの星先生っていうね、この先生を中心に描く、まあ、たわいもないね普段の日々の生活の話なんですけど、もうねその一つ一つのストーリーがね悔しいぐらい面白いんですよ。もう完成度がすごく高すぎるというか、もうついついねクスッとね笑わせられちゃうんですよね。もうなんかねそのあまりにそれが上手すぎてちょっとうなっちゃうぐらいのなんとか絶妙なねこうバランス感、面白さっていうのがありますね。もうこれはもう名人の域に達してるんじゃないかなっていうぐらいすごくね好きな漫画です。で、1巻2巻で今3巻がね、出てるところなんですけど、1巻2巻はどちらかというと、まあ、星先生とか同僚のね男の先生みたいな、まあ男性から見た女性のね生徒とかそういった話だったんですけど、3巻になってくるとよりですね、まあ、女性の話とかにももっとフォーカスが入るようになって、また幅がね広がったなと思います。結構最初は星先生かわいいなとか、その同僚の先生との絡みがいいなみたいな感じだったんですけど、まあ、そこからねちゃんとこう学校としてね先生としてすごく話がねまた面白くなってるなと思うので、まあ、これはねぜひ読んでほしいですね。すごくねこう癒しをくれる漫画です。これはなかなか攻めてる作品だなと思うんですけど、ニャイト・オブ・ザ・リビング・キャットっていう漫画、これも面白かったんでお話しさせてください。これね話としては、ゾンビ映画ですね。いわゆるゾンビ映画に出てくる、ゾンビのあるあるを全部猫に置き換えてみたらって話ですね。もうこの漫画の世界では猫に触れられると自分が猫になってしまうっていう新しい、ね、ウイルスが、蔓延して、でその、ね、猫たちから逃げていく話なんですけど、まあ、普通ねこうゾンビだったらめちゃめちゃ怖いしハラハラする話だと思うんですけど、それが猫に変わることによって急にねやっぱりほっこりした話になるんですね。まあ、しっかりねテイストとしてはゾンビ映画っぽい感じで描かれているので、まあ、それなりにねドキドキハラハラするんですけど、結局最後は猫なので、まあ、ほんわかね追われるっていうねちょっと面白いタイプの話ですね。なのでこうジャンルとしてはなんだろう、こうコメディでありホラーでありこうサスペンスでありね、ちょっとねあのいろんなものが混じって複雑な感情にね、なる漫画ですね。ハラハラドキドキしたいけどあんまりね怖いものは苦手だよっていう方にねすごくおすすめしたい漫画です。続いてこちらワールドイズダンシングというね名前の漫画です。これはねいわゆるまあ歴史漫画なんですけど、まあ、結構やっぱりこういうねあのシリーズに基づいたというか実在の人物を元にしたね漫画って結構やっぱり好きなんですよ。でこの漫画の中では、世阿弥ですね。あの多分皆さんも日本史のね授業とかで昔聞いたことある観阿弥世阿弥っていういわゆるこう日本のね伝統芸能能を大成させた、まあ、2人だっていうふうにこうね習ったと思うんですけど、その息子の方ですね、
世阿弥を中心にして、書かれている話ですね。でこのね、世阿弥が、まあ、このね能の修行を重ねていく中で、まあ、いいっていう感覚の正体にどんどん近づいていく話なんですよ。まあ、このね、背筋の伸ばし方がいい、この声の抑揚がいいみたいな、このね、なんとなくのこのいいってあると思うんですよ。僕もね、普段普通に生活してて、あ、この日差しの入り方いいなとか、あ、ここでこの音楽流れるのいいなみたいな、いろんなこういいが溢れてるじゃないですか。でその、まあ、根源的ないいってなんだろうみたいなところをこう突き詰めて考えていくのが、まあ、この漫画ですね。まあ、このね、世阿弥がどんどん成長するに従って、まあ、やっぱりね成り上がっていくストーリーでもあるんですけども、その中で自分のねこう深い感覚みたいなところに掘り下げていくっていうところもすごくね面白いなと思って読んでます。まあ、このねいいの感覚の正体が分かれば、まあ、このね動画の撮り方のいいも分かるし、話し方のいいも分かるので、まあ、いろんなね勉強になるんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、そういった意味でもおすすめできる漫画です。続いてこちら、言葉の獣です。これは、言葉がね、人が発した言葉がいろんな動物に見えてしまうっていう共感覚を持った女の子、の話ですね。その女の子とその友達の話なんですけれども、まあ、やっぱりね、言葉ってこの文面とかその言葉単体で見ると本当にいろんな、ね、受け取り方とかいろんな表情っていうのがやっぱりあるんですよね。まあ、それをやっぱり考えようっていう話で、まあ、例えば頑張れっていうね言葉あるじゃないですか。まあ、基本的にはこう人を応援する肯定する言葉だと思うんですけども、まあ、その女の子にはそれが人をねこうあったかく包むクマさんみたいに見える時もあれば、人を遠巻きに見て遠くからねちょっとこう怯えた目で見つめる、まあ、ウサギにね見えるみたいな時もあるんですね。まあ、本当にねここから応援してくれる時はまあこのクマさんに見えると思うんですけど、まあ、そのねウサギの方の頑張れは、まあ、どこかねちょっと今日距離感があるというか、私は関係ないけどあなたは頑張ればいいんじゃないみたいなところを動物のね獣の形でこう表してくれてるっていうのがねこの話ですね。でここまでの話だとちょっと道徳っぽいというかね、人を諭す系のね漫画かなっていう感じだったんですけど、そこからですね物語がツイッターの世界の中に話にねちょっと変わってくるんですよ。その現実世界だけじゃなくてネット上でのねこの言葉のやり取りみたいなところにちょっと焦点を当てていくんですね。でそうなるとね、まあ、確かに人の表情も見えないし、どんな人が言ってるかもわからないから、すごくねその言葉だけが一人歩きをする世界になっちゃうんですよね。でその中で自分の言葉の使い方とか伝わり方みたいなところを、まあ、考えていく話なので、まあ、これは自分の身にもね詰まされるというか、まあ、意図しないね伝わり方をすることもたくさんあるので、まあ、そういうところもね考えて気をつけていこうかなと思わせてくれる漫画です。続いては昭和商店ですね。これ現在ジャンプスクエアかなで連載中の漫画で、これもまあ間違いなくね確実に流行る漫画だと思います。話としてはバクマンの、漫才版ですね、お笑い版が、まあ、この昭和商店っていう風に考えてもらえれば、まあ、かなりね分かりやすいんじゃないかなと思います。伝説のねはがき職人としてめちゃめちゃ有名だったこうクラスの冴えない男の子と、まあ、元ね天才子役、この2人が出会って漫才をね始めるっていう話なんですけど、すごくなんだろうな、この漫才の仕組みとか笑いの取り方みたいなところをシステマチックにね解説してくれるんですね。まあ、こういう振りがあって、こういうボケがあって、こういう展開をすると面白いみたいなところをちゃんとね解説しながら教えてくれるっていうのと、しかもねその実例でちゃんと出てくる漫才っていうのがちゃんと面白いんですよね。しっかり笑えるし、それがねなんで面白いのかっていうのも合わせて教えてくれるので、めちゃめちゃねこれも勉強になるなと思いながらね読んでます。それこそね今年の M1 とかを見てて、あ、これね昭和商店でいうところのまあこういうことなのかなとかっていうのをこう見ながらね考えながらね見て楽しむことができたので、まあ、そういったところでもねちょっとお笑いっていうのを深掘って楽しむことができる漫画ですね。これね作画もバクマンと同じ小畑先生ですねが書いてるので、まあ、すごくね絵柄もいいし、話もね本格的で面白いので、まあこれはね確実に流行るので、まあ3巻ぐらいしか出てないと思うんですけど、今のうちにね読んでおくことをおすすめします。最後に、紹介するのはこちらですね、ダンダダンという作品。これも僕大好きなので、もう結構あらゆるところでね言ってるので、またかよっていう方もいると思うんですけど、ちょっとね話させてください。これはジャンププラスっていうね、ウェブ版のジャンプでねやってるやつなんですけど、まあジャンプラはね本当に今面白いですね。もう本誌と並ぶというか、なんなら越してるぐらい面白いかなっていうね、まあ、怪獣8号とか、あとハイパーインフレーションとかね、これもトップ10入れるかね悩んだんですけど、すごい面白いですし、あとマリッジドキンシンとかね、すごく面白い漫画たくさんある中で、僕はねジャンプラから一口選ぶとしたらやっぱりこれかなと思って
て、お話をさせてもらいました。ダンダダンですね。これはね、あの高校生の子たちが、妖怪、日本に住む土着の妖怪とさらに宇宙からやってくる宇宙人ですね、この2つと同時に戦うっていう話ですね。まるで呪術廻戦とガンツがねこう一緒になったみたいな、これどうやってね収集つけんのって話なんですけど、それがめちゃめちゃ面白いんですよ。まさにあの月刊ムーのね世界観ですね、あれをそのまま漫画にしたっていうのが、まあ、こうねダンダダンになってまして、でその設定もねすごくいいんですけど、やっぱりねそのね漫画のテンションがすごくいいんですよね。めちゃめちゃテンション高く進んでいくので、もうどん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 ねページめくっちゃうんですよ。でしかもその作画というかね、もう構図というかその描き方みたいなところめちゃめちゃうまくて、本当にねあの漫画を一番存分にこう楽しめるなっていうのがこのダンダダンかなと思います。めちゃめちゃ才能を感じるというか、あもうこれだよ見たかったのはっていうのを全部くれるのがねこのダンダダンなんですよね。バトルのねテンポもいいし、ギャグもねちょいちょい挟んでくるし、まあ、なんなら恋愛も入ってくる上に、まあ、基本的にはこれホラーなんですよ。しかもそれが結構ねちゃんと怖めのホラーっていうところも含めて、あのすごいねあの全部盛りの漫画だなと思います。今ね8巻ぐらい出てるんですけど、まだまだねこれから面白くなるだろうっていうところなので、ぜひね今のうちに読んでみてください。はい、というわけで今回はね2022年ですね、今年僕がね、年間まあ800冊900冊ぐらいかな読んだ中から、特にねこれすごいね面白いよ好きだよってものをお話しさせていただきました。皆さんもね年末年始時間があるときに気になったものがあればね、ぜひ手に取ってみてください。でもし皆さんも今年この漫画読んでよかったみたいなのあれば、ぜひね、まあ、1作品もしくは2作品ですね教えてもらえると嬉しいです。僕もねたくさん読んでるんですけど、まだまだねどんどんこう新しい作品読みたいなと思ってるので、皆さんのね一押しというかこれ良かったよというのがあれば、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。まあ、こんな感じでね今年のまとめ動画もあと数本ね撮ろうかなと思いますので、引き続きね年末までお付き合いください。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバイ。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口が言えない。